FC ドルトレヒトは、オランダ南西部、南ホラント州の都市ドルトレヒトを本拠地とするサッカークラブである。現在は、オランダリーグ2部エールステディビジ所属。1883年8月16日、ドードレクチフットボールクラブとして発足。1972年には、クラブのプロ部門とアマチュア部門とが分離。アマチュア部門は、DFC ドルトレヒトとして、 プロ部門は FC ドルトレヒトとなった。その後、このクラブは何度も名称を変えている。まず1979年にドレドスティーダン79となった。この名称で1983から84シーズンにエールディビジエと昇格を果たす。すぐに降格するものの1988から89シーズンに再び昇格。そして1990年に ドルトレヒト90へと解明。翌1991年には隣接するマチスヒーダムのクラブ、シーダムズ・ボネー・バルバーナイ・チェングと合併して SVV ドルトレヒト90の名で1年間戦った。1992年にはまたもドルトレヒト90に戻ったが2002年についに FC ドルトレヒトになって現在に至る。なし中、選手の国籍表記は フィファの定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。